そしてピアノの弦、これが新しいことが新品ピアノの最大の魅力だと思います。生まれたてのまだまだ赤ん坊のような有効弦長がフレキシブルに振動してくれて、中古ピアノにはない音の振動感覚っていうんでしょうか、鳴りがいいピアノ、これはまさにそのピアノの弦。それではこちらのピアノを紹介いたします。ヤマハ新品アップライトピアノ YU11。 以前動画でもご紹介をさせていただいたんですが、以前の動画はいろんなこう説明もさせていただいておりました。またそれとはまた違った角度から、もう一度この新品のピアノの魅力、そしてこの YU11 のピアノの魅力をお伝えできればと思います。最後までご覧ください。まずは以前動画でもお伝えしたような外観、跳ね上げ式で片手で天屋根を開け閉めすることが可能です。そして非常にこうクリーンなデザイン、上前板から、このようなカーブを沿って鍵盤蓋も、ソフトランディング内蔵型でオーバーサイズの譜面台になっておりますので、楽譜を安定して置くことが可能です。この YU11 は2006年から現在21年ですけれども、現在15年、経っております。非常にロングセラーの楽器としてこうほぼ完成されたような印象も受けております。中古ピアノとかになってきますと2年ですとか5年6年というのが、一般的な製造周期だったんですけれども、この YU11 に関しては現在15年目、すごくこう皆さんから愛されている証拠かと思います。実際に弾いてみたいと思います。タッチ、音色、響き、それぞれご紹介いたします。まずはタッチです。新品なので、タッチ感のムラはございません。ただ新品がゆえの、以前、別の動画でもお伝えした鍵盤の裏側、鍵盤の裏側のブッシングクロス、この赤いクロスが真新しいですので、摩擦抵抗をしっかりと感じるタッチ感です。なので弾いた時に指に伝わる抵抗感をしっかりと感じながら弾くことができます。そしてよく話を聞く機会があるかと思うんですけれども、新品だとタッチを作っていく感覚、それを、まさに味わうことができると思います。このクロスがしっかりと馴染んでいくことで、どん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 タッチ感が作られていくと言っていいと思います。次に音色です。感じるのは当然のことながら各パーツが新しいということです。弦を打つハンマーが新しいことで、非常に初々しい、こう生まれたてのこう赤ん坊のような、音色感覚、そしてこれからそのハンマーがどんどん引き込むことで締まっていきますので、そうしてくるとしっかりと粒立ちのいいポーンと、響き渡るような音色に育っていくと思います。そしてピアノの弦、これが新しいことが、新品ピアノの最大の魅力だと思います。弦が新しいと、やはりその振動する全てのこう有効弦長が、フレキシブルにこう振動してくれて、中古ピアノにはないこう、音の振動感覚っていうんでしょうか、弾いた時に感じるその鳴りよく鳴りがいいピアノ、これはまさにそのピアノの弦、その振動に限ると思います。最後に響きです。31センチのモデルと比べると、この121センチ、もしかするとパワー感は劣るかもしれませんが、こうお家に入れた時の響きの印象としては私は十分に感じると思います。ただ、もっともっとこう演奏性の高いアップライトピアノ、
131センチのモデルでもっとこう音を鳴らし切りたいとか、そういうパワー感を求めるのであれば131センチの YU33 こういったピアノもご試弾されるといいかもしれません。いかがでしょうか。新品ヤマハアップライトピアノ YU11 非常にロングセラーでほぼ完成された形のピアノだと思います。日本のヤマハ掛川工場で製造されたピアノ、今までも U1A や U10A いろんなピアノをこうご紹介させていただきましたが、それら、全てのこうピアノ作りのこう伝統や技術を踏襲した、この YU11、ぜひ私も皆様にお勧めできる一台です。いかがでしょうか。ヤマハ新品アップライトピアノ YU11 ぜひ皆様ご試乗なさってみてください。ご来店お待ちしております。日本の掛川工場で製造されたこのピアノ、今までご紹介もさせていただいて、ヤマハ掛川工場、日本のヤマハ掛川工場製で、製造されたこの工場、日本の掛川工場製で製造あれ違う、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 あれ